アクレイノスケは日本の脚本家、映画監督である。二28歳で溶接した昭和初年の無制映画界に存在したアナキスト系、映画作家である。陸大倉アクレイノスケ、竜蔵寺純平とも名乗る。本名、金田茂雄。1902年11月25日、大阪府に生まれ、横浜に育ち、小学校尋常化から、 上級学校に進学後に大学あるいは、旧正高校まで進学し、在学時か卒業と同時か定かではないが、すでに脚本家デビューしていた。悪霊の助は、子供の頃に実母を病気で亡くし、父、作一の死後、叔父、ひたにベンチに身を寄せた。叔父、ベンチは、伊藤博文の護衛官などをしていた経歴があると、伝わっている、警察官で、 裕福なお自宅に身を寄せたことで大学あるいは、旧正高校まで進学できた。牧野映画製作所当時員撮影所の牧野肖像に抜擢され、1924年、金森番章監督、横山雲平主演の超現代人で、脚本家として22歳にして、デビュー、同作は、同年4月11日に公開された。東亜キネマとの合併後の当時員撮影所で、 引き続き、西名熊彦や後藤修正の作品の脚本を書いて、帝国キネマの小坂撮影所に展示た。牧野での最後の戦国時代三部作は、陸大倉名義となった。1925年、添田押しセミ冒険アナキストで、浅草オペラ出身の古見卓司監督と、意気投合、三本の脚本を提供。 同年6月25日に公開された、小野江文十郎主演の、総前寺、馬場前編で映画監督としてデビューする。ただし、龍像寺純平名義であり、後編は山下周一監督、脚本は新式誌であった。翌月の7月13日に公開された、同じく、文十郎主演の、長脇座氏は、悪霊の助名義でクレジットされた。当時の三角時ね。 小坂の経営上の内訓で撮影所が閉鎖されると、再び、牧野のいる、当人撮影所に戻り、監督作、追われ行く人を発表する。市川小太夫の主演デビュー作であった。間もなく、牧野が当人を離れ再度独立するが、悪は当人に残った。1926年、坂東つまさぶろプロダクションに招かれ、坂東つまさぶろ主演。 伊藤大輔脚本の無名地獄を陸奥倉名義で取る。続いて、すすきた六平原作脚本の雲を悪霊の介名義で取る。山上太郎と並んで記載と称されるようになる。1927年の立花良介と番妻による番妻、立花、ユニバーサル連合映画で絹笠邸之介の共通第一ページの脚本に参加した。 沢田行光の原作、脚本による、狂乱性月夜、すすきた原作、脚本の、線、影前編を撮って、同社を飛び出す。大阪港パーク撮影所で、彼は、復讐を忘れたかを撮って、1928年初頭に、東京へ飛び、河合映画庁や撮影所で、袋を組みを撮る。同年後半。 連合映画芸術家協会を解散した、直三十五と月形龍之介が始めた月形プロダクションで、直樹の推薦により、月形プロダクション同人となり、月形明公主演の仇打ち破れ傘、救い日を求むる者等の一植時代劇を取った。翌1929年に、同プロダクションが解散すると、市川歌右衛門プロダクションで、野良犬、霊眼を、 一川歌えもん主演で撮った。1930年、月形が入社した末、竹下かも撮影所に移籍、渡ると田商店を皮切りに、月形龍之介主演作を立て続けに監督するが、その間の時期に愛事を、交通事故で失う。1931年3月6日公開の、月形の主演作、くれない川掘り第一編を監督したのを最後に、肺結核が悪化し、 再び脚本に専念する。井上金太郎、二川文太郎ら、かつて、牧の映画製作所に集った、同世代の監督たちが、下かもにおり、彼らの監督作のための脚本を次々に書いた。同年10月26日午前11時、肺結核により、京都で死去した。万28歳を打つ。駆けつけた友人たちを見回した直後に、永民した悪に、 臨重に居合わせた月形龍之介は悪の奴最後まで番をして生き寄ったと語った。本人は写真嫌いで残した写真は少なく葬儀の際は友人が描いた似顔絵を家にした。没時の妻は無名地獄で坂を妻三郎の相手役を演じた女優の鏡淳子である。鏡淳子とは再婚であるが未入籍となった。 亡くなる前年に交通事故死した二人の子供のうち、カズトは前妻の子供で、もう一人は鏡との間にできた子供だった。悪霊の助の死亡届を同居していた書生の吉田春吉が提出した。この人物の経歴は一切不明。悪の監督作は長らく全く現存していなかったが、荒木又右衛門の21分短縮版が2009年に発掘。 復元された。唯一の現存作として、現在、復元した大阪芸術大学が所蔵している。脚本作は、沼田鋼録、戦国時代、絹笠定之助、当時も吉等が現存する。カテゴリー、悪霊之助の監督映画。ありがとうございます。